して踊り込んでまいりましたのは木村連でございます。木村連のご紹介をいたします。徳島県阿波踊りの成長にとことんこだわり、主に越谷全域の阿波踊り好きが集まった連です。今年で南越谷の地にて30年目を迎えました。上は70歳、下は2歳の老若男女が第二の家族のように分け隔てなく1年を通じて活動をしています。阿波踊りの連には珍しく4つのパート、男ちょうちん、うちわ踊り、女踊り、戦争踊りから構成されており、何者はパートごとに合わせた音色を奏でています。特に戦争踊りは南越谷では唯一の木村連だけでしか見られない踊りです。皆様、盛大な拍手でお迎えください。Thank you.
浦和カレンの総合連の皆様です。総務連の紹介をいたします。総務連の結成は河原市で3丁目1階から発足し、飯島会長のもと活動してまいりました。結成当初は河原市で3丁目のみの構成から青年お祭り席が始まり、今では地域の関係ない人気の構成となりました。3代の連員も、昔からの連員はもちろんのこと、今年から入った連員もみんな仲良く和気あいあい活動しております。続きまして、アルバカレンのご紹介です。阿波踊り好きが集まりました。技術を高め、本場徳島の連にお皿の踊りを作りたいと連活動して練習をしています。女踊りは花のように美しく、女の男踊りは蝶のようにしなやかに、この踊りは大木のようにたくましく踊ります。自然の中を思わせるようなコンセプトで踊っています。村連の皆様ありがとうございました。丸分かれ合同連のちびっ子たちが本部テント前にお出し込んでまいりました。皆様拍手でお迎えください。Thank you.
Thank you.